施術してあげるの好きな人、どっちかいうとしてもらうのが好きなんだわ。はい、おこっちの方が多いが、もしコンビ組んだ人がね、してあげたいとしてもらいたいやったら、もうずっとそれでやったり。別にしてあげたくない人やる必要ないよ。持ちつ持たれつでしょ。ちなみにもう王子という人物はしてあげるのが大好きですね。あ、女性限定でね。男の人は申し訳ないけども、もう十何年前に引退しました。女性はまだ現役でしてあげるわけでありますけどもね。だいたい施術の方法が、テクニックがいっぱい増えていくっていうのはやり方として間違えてますんで、どっかおかしいと思った方がいいです。どんどんシンプルになっていかないとおかしいんです、施術の方法ね。一つの施術のやり方でめっちゃ効くと、結構どの症状にもというふうになっていける人が技術ある人なんですね。その技術支えのじゃあ何かっていうと、触れ方なんですよ。そこがめちゃくちゃ荒っぽくなるから、どの技術も効かなくなるので、テクニックセミナーに行くんです。でどんどん技術の数が増えていくんです。で初め習った整体の技術のことを、最初やり始めは聞いてたのに、あの整体のやり方あかんわとか悪口言い出すんですね。でどれもあかんわとか言い出すんだ。もう答え1個しかない、お前があかんわけやんか。俺触れるだけとかでほぼやっててんね。だから口コミ生まれやすかったわけやん。あれもこれもいろんな技術やったら、あんたこれ何やってもらったんって言ったら、患者さん説明しにくいね。でめんどくさいから言わへん。無知なんて、あんた何やってもらったんこれ、なぜ春だけやねん。なぜ春やねん。なぜる、なぜるっていうの、大阪のおばちゃんなぜるじゃない。なぜ春やねん。なぜただけで楽なの、なぜ春やねん。次行きたい、先生なぜただけでよくなるんですかって、別になぜるだけちゃうねんけどと思いながらね。でもほぼもう触れたり撫でたりとかだけでやってたからですよ。それだけで多くの症状、どんな症状来てもまずやってみるわけ、改善するでしょ。多くはだって緊張が症状を生んでますからね、いろんなものね。緊張緩めることをすればシンプルなんです。その緊張緩めるがテクニックではないってことです。テクニックで緩むほど甘くないってこと、ここが作ってるんだから。人間だし動物ですから、そういうあの接し方をしないと緩まないよってことです。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。